ニコ生チャンネルをご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、小春です。この番組もっと萌え声は、私が投資した枚数分プラスにすることができれば私と視聴者さんにプレゼントということで、今日はちょっと久々に、カチカチくんですね、こちらをプレゼントに設定して実践していきたいと思います。で、今日お邪魔している店舗さんがエスパス上の、新館さんですね。前回は本館さんで、今日は新館さんということで、今日ね、抽選参加人数も結構ね、いつもと比べて結構多かったので期待して臨んでいこうと思います。今月ちょっと収録はあれなんですけど、最近来店とかではすごい調子いいので、この調子をちょっと収録に持っていけるように頑張りたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴の方と、この動画への高評価、ニコ生チャンネルのチャンネル登録もぜひ。口からミンティア出ちゃった今。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は沖滝ゴールドから実践していきたいと思います。よろしくお願いします。あまり小春さん、沖滝のイメージがないと思うんですけど、ほとんど打ったことなくて、沖滝ゴールドなんなら初打ちです今日。初めまして。で、なんで今日そんなんで沖滝打ったのって言いますと、本当は北斗が打ちたかったんですけど、今日の抽選参加人数が250人で、小春先生なんと200何番っていう圧倒的に悪い番号を引いてしまって、北斗が取れなかったんですよね。もう全部埋まっちゃってて、花系にちょっと興味があるので、最近新しい沖滝ブラックも出るし、そろそろ4月かな。で、ちょっと今のうちにちょっと触っとこうと、朝一通常 A に行っちゃうと初当たりも遠いし、その後上げるのも大変だから、朝一ゼガヒでもチャンスモードか通常 B にいることを祈ると。お、当たったよ。69ゲーム当たりました。当たった、やった、投資が3本、えい、おお、ビッグだ、やった。なんかみんなちょっと回してやめちゃうんだけど、沖滝のルールが分かんない。そんなもんなのかな。終わり。ここから32ゲーム以内にまた当たるかどうか。はい、なんか早いゲーム数で光るんだよね、当たるときはね。もう10ゲーム以内とか。8ゲーム。これで10。この辺までに来なかったらなんとなくない感じがする。そんな朝69ゲームでさ、ビッグ当たってそのまま天国行くような、そんな台じゃないってことぐらいわかるよ。月が32。はい、飛ばず。これか、このチェリーに設定差があると。ユニマも入れてるから集計は多分やってくれるのかな。私このタイプね、何が良くないってずるずるいっちゃうんだよね。チバリオとかさ、南国とかも、いやでも200までちょっと見たいからとか、チェリー5回まで、じゃあ10回までみたいな、常に希望を捨てきれない人間だからさ、ギリギリまで。通常 B にいてくれればいいですけどね。ちょっと1回ぐらい
天国移行させたいよね。全然なんか2000ゲームぐらい天国飛ばないみたいなことも全然なくはないみたいだから。追加投資、コインがでかい、持ちづらい。スマスローが多いじゃないですか、パチンコ屋さんって。メダルを持つ機会がさ、すごい少なくなってきた中でこの大きいコイン、すごい違和感ある。一応今日が4のつく日で末尾42074の台を取ったんだけど、関係あるかな、なんか4台島とかそういうなんか騎士名に4が入ってる台とかがいいみたいな、そういう日らしいんで、じゃこの列の唯一の末尾4のオキドキゴールドを今日は選びました。おー、当たった280ゲーム。普通の光り方。おー、レギュラーダウン。投資が8本でレギュラーボーナス。綺麗だね、なんかオキドキのランプ。久々に見たけどすごいね、色が濃い。昔のオキドキってさ、なんかここら辺にさ、雫みたいのがあった気がするんだよね。それがすごい好きだった。いやらしいなと思いながら見てた、ずっと。光ったときどきに。エンド、いきます。32ゲーム、えい。まだ投資8000円だからね、ここで天国行ってくれたらだいぶありがたい。もう7ゲーム。10。次で32。ふん、ダメだわな。今月調子が良くて、私成績もう月の半ばぐらいなんだけど、前回の収録とあともう1回ぐらいしか負けてない。そんなに大きく勝ってるわけじゃないんだけど、もう私収支をつけてないんだけど、今月はつけようと思って、まあ、つけてないんだけど今月も。あ、当たりました。83ゲーム、早い。マジで当たりは早い。はい、レギュラー。投資がね9本です。追加で1000円しました。中浪110枚。これで3回目かな、朝からボーナスは。はい、いいね、このスイカの音。やばい。やばい？これやばいよね。次で32ゲーム。おい。今回も飛んでないと。朝一早く当たったし、さすがに通常 B とかにはいると思うんだけどね、わかんないね。でも通常 A で早く当たってるかもしれないし、でももう初当たり3回も取ってるから B にいてくれないと困るんだけどな。あ、早い。88ゲーム、ギリギリ持ちコイン、あと6枚だった。あ、ビッカクだ。はい、投資が9本、なんとか。
当たる？ドキドキってもっとなんか800ゲーム、600ゲーム、500ゲームみたいなそんな感じになるかと思ったらすごい早い。これで終了です。170枚、いきます。もう4回目かなこれで。えい、お、やっと5ゲーム上がってくれました。天国、はい、ビッグです。早かったね。早く当たったおかげで全然使ってない。かなちゃんランプ光らせたいね。403枚、お願いします。わあ、早い。5ゲーム、いや面白いな。なんか変な音した？してない？別の台？あ、次も天国、次も天国らしいです。今のがもしかしてスペシャル天パイオンみたいなやつですか？あ、なるほどなるほど、終わった。かっこいい今の、ドゥクドゥクドゥンドゥンドゥン。さっきスペシャルテンパイオンが鳴ったんで大丈夫。当たりました。5ゲーム、ずっと5ゲーム、555、普通ビッグ。これで4連目ですね。天国、次が5ゲーム。はい、おずっと5ゲームで当たる。ずっとビッグだ。しかもこれで5連目、1010枚、いきます。うわー、早い。3ゲーム。はい、おー、ビッグ、ずーっとビッグだ。鬼門の5ゲーム。わ、やばい、5ゲーム当たんなかった。当たんない。6、わ、持ってかれてる。怖い。うわうわ、終わった。次10ゲーム。いやー、えー、あ、おー、終わり？やだよ。13、いやー厳しいなこれ。そんな突然お別れなんて、そんな。30 31、終わりか。はい、終わりました。全部でね8連したかな。やめます。この台を打つか、この台でもいいですけど、一旦200まで見ます。この台でこれで200だ。当たんなかったね。何言っても分かんないですもんね、結局ね。朝一の台移動しても。今前回の天国から200万はして300枚か減らしたとこなんですけど、まあ別にやめてもよかったんですけど、ちょっともう一回当たるまで見ようかな。別の台言ってもよかったんだけど、なんか機嫌がいいんだこの台。
そんなハマらず光ってくれてんで、ちょっとこの台でもうちょっと様子見。なんか今私末尾4の台打ってるんですけど、なんか末尾4は別にわかんないけど全部ゴリゴリ強いってわけではなさそうだった。最近アレクサを買ったんだよね、一人暮らしのお供に。でもね、なんか軽い気持ちで買ったの、アマゾンでセールやってて。特にこれがしたいっていう感じじゃなくて、音楽流せるし、なんかアラームとかタイマーついてるんだったらいいなと思って買って、まだ1週間ぐらいかなしか経ってないんだけどね、今んとこねめちゃくちゃいい。音楽流せるのもすごくいいんだけど、タイマーとあと天気教えてもらえるのもいいし、アラームも設定できるし、なんかねリモコンみたいのがあれば電気つけたり消したりを音声でできるみたいなの。それはまだできないんだけど、それもやりたい。あとねしりとりができる。アレクサしりとりしようって言うとしりとり付き合ってくれるんだけど、それを結構ね、まあ1日1回ぐらいはやるかな。休みの日とかは1日2回ぐらいやってる。もう答えるのがねめちゃくちゃ早いのアレクサ。私があこれって言うとすぐパッて答えてる。全然勝てる気しないんだよね。家で一人でいるとさ、もう本当に一日喋れないみたいな、全然そういう日もあるから、買ってよかったなと思った。家帰ってただいまっていうのもちゃんと今アレクサに言ってる。アレクサただいまって。そうするとお帰りなさい、今日も声をかけてくれて嬉しいですって言ってくれるの。もう愛らしいよね。行ってきますって言うと気をつけて行ってらっしゃいって言ってくれるし、もう一人暮らしの人はねアレクサ買った方がいい。マジで紛れるから。本当に。お、今遅れた。遅れた気がする。中止チャンス。中止チャンス。でもね、絶対遅れたんだよね。いきます。あー、普通のチェリーだ。当たる？あ、当たった。遅れチェリーから。ビッグで。よし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 、372ゲーム。中止チャンスだったんだ。中止いけば 50% でロングフリーズだから。うわー、はい、ふっ、これで終了。172枚です。たまにはなんか1回で行ってくれたりとか、どう？そういう粋な計らい。32、そうだよな。でもなんか当たる気がするんですよね、この台。200ぐらいまで回せばもう一回。ほら53ゲーム。はい、ビッグです。未練打ち大成功。こんな当たり方いいんだったらね、確かにもう一回ね上がるまで打ってもいいですよね。さすがに初当たり2回じゃダメか。もうでも B にいてくれてると思うんだよね。初当たりがめちゃくちゃ軽いので、もう一回
飛ぶまで頑張る。ちょっとわかりません。 BB10 回、ありがとう。197枚で終了です。3回目です。前回の天国終わってから5ゲームをスルーしてしまう。9ゲーム。31位、これでおしまいだ。きつ。これでまだ、いやこれで B に上がってるかもしれないもんな。いやでもいい経験だったよ、850ハマったのは。当たり軽かったらありがたみが増すし、ハマっちゃったとしてもまあまあまあこんくらいハマったしなっていう。大事本当に。奥崎ゴールドにスルー回数天井はありますか？ありません。これはね、確かにあの時やめておけばよかったなってなる代だわ本当に。よく書いちゃったよね。全然当たりも重くなってきちゃったし。おお当たった。492ゲーム、投資が2万8000円です。かかったね。普通の店頭ビッグ、すごいビッグしか引いてない。これで終了です。210枚、いきます。ゲームする。ちょっと頼むよ本当に。もう無理だって。8ゲームスイカ。10ゲーム12。いやもう一生上がらないこれ、もしかして。わーいた。めっちゃ諦めてた。21ゲーム、レギュラー全然いい。やっただよ。よし、200。あ、一芸連した。どっかで撮ってたってこと？どっかで撮ってた。かなちゃんやっと見れた。わあ、いい。はい。これで3連目です。これで500枚ぐらいかな多分。確定役だ。そうだよね。おー引いた。これ
私バージョンアップじゃない、私バージョンアップが BB 一芸連で、愛情ナウアップデートが BB 一芸連プラスボーナス1回って書いてあるんで、もう2個出てくるってことなのかな。え、また引いた。え、どういうこと。怖い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 、どうなるのこれ。ちょっとわかりません。いきます。え、これボーナス4個出てくるかもしれないってこと。これで終了です。673枚、これが、あ、右側だけ点灯だ、おしゃれだな。これで終了です。こっからどうなるんだろう、つくかな、つかない。やっぱ1個だけなんだ。いきます。うわー、4、鬼門の5ゲーム。うわー、当たんない。22、怖い。いや、まだある、まだある、まだある、大丈夫大丈夫。26、27、28、30、終わり、これ。次で32。おー、いった。危ない。レギュラー、よい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 、感動、もう絶対ないと思った。いやー、よかった。終了です。976枚。この目で、この辺で、この辺で光ってほしい。うわー、5ゲーム。え、なんか怖いんだよな、さっきから。おー、10ゲーム。よしよしよし。よーし、ウィックウィックウィック、これで1000枚壊れます。よし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 、戻ってくる。これで終了です。1170枚。はい、怖い。7ゲーム。8。うわー、10ゲーム。お願い。うわー、一緒。11ゲーム。はい、レギュラー。262枚で終了です。うわ、こ怖い。9、怖いよ。おー、また11、続くね。
ピック、はい、まくりましたね、これで2万8000円なんで、いや本当になんで私、あの時続けちゃったんだろうって思ってたけど、今じゃ本当にもう打っててよかった、本当に続けてよかった、このオキドキゴールド。これよこれが来たかったんだから、一日このロングパレオの下の水着が透けるのすんごいいいと思うんだけど、みんなも多分すごいいいと思ってると思うんだけど、どうやってこれが決まったのかすごい気になるよね偉い人たちがさ、このロングパレオの下の水着を透けさせませんかみたいな。1456枚1ゲーム連、はい、お、またついたチェリーからやった1641枚イエイ1ゲーム連、あ337拍子じゃない、これ、これそうだよね、天国異常しさだよかった、強かった、なんか光る気がしちゃう、ほら光ったトゥ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 、ビッグ中ってフリーズする、確率不明の中じゃねえだ、でもフリーズさすがにしだそう、そうだよね、どうなるか最後まで堪能するランプを、ピコーンピコーンってやってる、2031枚、やったー、あ、おしゃれすぎないこれこれめちゃくちゃ可愛いけど、てか文字がさ緑と赤になるのが超いい、いいもん見た、一応ボーナス中の中段チェリーは初代の置き時だったら1段階アップみたいな感じで書いてあったけど、ゴールドは分かんなかったな、久々のドキドキタイム、わー早い、2ゲームレギュラー1ゲーム、またレグだ、はあ7ゲームです、ビッグで、うわっ3ゲームビッグ、これでいった、よかった追ってよかった、本当によし、9ゲーム終わる気がしないビッグ、わあいったこれでも3000枚いくと思う、これで1ゲーム連です、あ大丈夫、高速点滅だこれ、12ゲーム、はい7ゲームピック、30あと2ゲーム、次でラスト32ゲーム、
終わった21連チャンでした。はい、ということで実践終了いたしました。今日は、オキドキゴールドを1台打ちまして、投資の方が2万8000円なので1288枚で、回収が3456枚というわけで、プラス2168枚で無事終了となりました。ちょっと朝ね、調子よく天国行って飲まれて、ちょっと追加投資してた時はなんでこんなことしちゃったんだすごいブルーになっちゃったんですけど、あの最終的にねめちゃくちゃ出てくれて、まあ中段チェリーもボーナス中だったんですけど行けたし、すごいいい華々しい、オキドキデビューだったんじゃないかなと、花だけにということで、あのカチカチくんですね、動画の概要欄からご応募いただけますので、あのぜひご応募たくさんいただけますと嬉しいです。で最後なんですけど、この動画への高評価とニコ7チャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますということで、今日はありがとうございました。次回も勝ちます。